リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。京都は木々の葉が見事に色づく錦秋の秋を迎えています。修学旅行生、海外からの旅行者、かつての京都、観光、にぎわいが戻りつつあります。お寺、神社から映える紅葉は京都ならではの楽しみ方の一つです。何度足を運んでも味わい尽くせない街、京都。そしてここ三条から出会いの縁、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第40回ゲストは浄土宗大本山少女権威資料編纂室研究員、松田道館様です。今日は朝早くからありがとうございます。おはようございます、よろしくお願いいたします。少女権威、そうですね、なかなか読んでいただけないんですけども、ね、ちょっと難しい、少女権威と申します。少し噛んでしまいましたけれども早速ですけれども、ご紹介をお願いできますか。はい、少女権威と申しますけれども、清く清らかな花の寺というふうに書きましてですね、はい、場所は京都御所のすぐ東にございましてですね、はい、浄土宗の本山には8つございまして、総本山千代院さんから始まりまして、はい、全国に7箇所大本山がございます。その中の一つがこの少女権威というわけでございます。もともとは御所の中にあったお寺ということで、発足したんですけども、その後いろいろこう戦乱とかもありまして、外から御所の外に出ましてですね、はい、でもやっぱり先祖さんが住んでるところにずっとついて回って、今は、京都御所の本当に近隣御所ですわね、天さんが住んでる御所のすぐ東側に今も伽藍があるんですけど、天さんはね、東京へ行って帰しまりましたけども、はい、皇室ゆかりのお寺ということで今も続いておるお寺でございます。いいですね。で、松田さんは、はい、現在、少女権威の資料編纂室研究員として文化財の担当をされているというふうにお聞きしてるんですけれども、はい、これまでの経歴も含めて、お伺いしていってもよろしいでしょうかね。あ、はい、なんかたどるとなかなかややこしいんですけども、もともとは仏教大学にですね、宗教文化ミュージアムという、施設がございまして、そこで調査員をさせていただいておりまして、はい、そこの館がですね、少女権威にこう調査に入ったんですよね。はい、文化財の調査に入って、でそこで調査に入らせていただいている間にですね、お寺のお手伝いをするようになりまして、はい、そのままこう言うたら押しかけ職員みたいに なせていただきまして、そのまま職員になり、でその職員になってからはそこでお坊さんにさせていただいて、少女権威のお坊さんになったという、ちょっと普通じゃない感じのお坊さんのなり方をしたんですけども、はい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 、なんで文化財の担当をさせていただいておりましてですね、少女権威はやっぱり、古い歴史を象徴するようないろんな文化財がございますので、はい、それを調査しですね、保管屋なんかのことも相談させていただいたりしましてですね、お仕事させていただいております、はい、もうかれこれ何年、もう震災のちょっと前ぐらいからおりますので、職員としてはもうちょっと後にはなるんですけども、もう10年ぐらいは少女権威にはさせていただいてるんですけども、10年ですか、はい、
まあ、もう10年も、はい、 ね、お寺に入ると、はい、もうかなり慣れたものと、はい、そうですね、やっぱり本山ですと結構こう、はい、職員さんがたくさんおられて結構交代交代になるので、ええ、あの、まあ、うちの少女犬の場合ですと、まあ、5、6年もうちょっと短いぐらいで皆さん交代していくんですけども、やっぱりちょっと専門職っぽいところもあるんで長く行かせていただいておりますけども、はい、いろいろその間に、発見とかもあったりして、面白い、こういう、世間にこうね、いろいろこうアピールできることもあったりしたなというふうには思ってるんですけども、はい、発見っていうのはお寺を変わっていくという。あ、そういや、お寺のその文化財の中で発見があったっていう。あ、はい、発見です。はい。結構少女犬ってすごい、いつもこういうふうに言うんですけど、小ネタが多いお寺でして、はい、小ネタ、はい、なんかね、こう歴史的にのいろんなところにやっぱりね、古いお寺で関わってるんですよね、はい、天皇さんのお寺だったので、いろんな歴史的の事実のところにこう直接絡んではいないんだけど、その場にいたみたいなのがたくさんありまして、はいはいはい、で昔から天皇さんのお寺だったんで奥下さんのお檀家さんがたくさんおられるんですね、はい、で奥下さんって皆さんその記録を取るので、はい、日記がたくさんあって、はいはいはい、その日記にすごいたくさん少女犬が出てくるんですよね。ほうほうほう、はい、でそれを調べていくと、織田信長と関係があったとか、誰々と関係があったとかっていうのがたくさん出てきまして、まあ、皆さんあんまり少女犬と聞かれて、ああそこだっておっしゃってくれる人だったらそこもあんまりいないんですけど、はい、やっぱり戦国時代以前はすごい大きなお寺でしたので、はい、そういういろんな歴史との関わりっていうとかがすごく深くてですね、はい、そういう研究をしているとそういうのがたくさん分かってきて面白いなというふうに思っておりますけども、そういう立場研究員として、はい、まあ、文化財の担当を今回されてきた、はい、ということなんですね、はい、はい、ありがとうございます。それでは少女犬についてさらにこう詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、今もまあご紹介ありましたけれども、はい、皇室と非常に、はい、まあ、縁が深い、はい、が深いということなんですけれども、はい、なんか歴史は古く平安時代まで、まあ、遡るというふうに聞いておりまして、もともとはその先ほど申しましたけど、はい、御所の中にお寺がありまして、はい、まあ、清和天皇って平安時代の天皇さんがですね、はい、時の、まあ、有名であられました慈覚大師円仁さんという、まあ、比叡山のお坊さんですよね、に頼まれて御所の中に近畿内道場というですね、天皇さんがまあお勉強とか仏教の修行をする場所として作ったのが始まりなんだというふうに言われております。近畿内、近畿内道場、近畿というのは御所の御所というか天皇さんが住んでるところを近畿と申しました。近畿の近畿裏と書くんですけど、はい、でその中の内ですよね、はいはい、道場ということで、まあ、道場なんで天皇さんがお勉強する場所だったというふうに言われ聞いております、はい、でももともとは浄土宗というよりかは、で天台宗のお坊さんが自覚大師人が作られましたけども、宗派のないお寺というかですね、天皇さんがいろんなところの偉いお坊さんを呼んできてそこでお説教を聞くというようなそういう場所だったというふうに聞いております。そうですね、はい、直眼道場とかで、そうですね、その清和天皇さんが直眼で、まあ、天皇さんのご命令で作ったお寺だったということですかね。いうことですよね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、その後、まあ、時は移っていきまして、まあ、法然上人の時代ですよね、平安時代の末というか、はい、鎌倉時代の初めというか、その頃にですね、後白河法皇という方がおられて、はい、その方が、法然上人の、まあ、ご名声を聞かれてですね、法然さんという偉い坊さんがおられるということで、お話を聞くためにその近畿内道場に法然さんを呼んで、お話を聞かれたと。でそれで非常にこう感動された後白河法皇はですね、まあ、法然さんを師匠にして受戒というのを受けられたと、戒律を授けてもらったと、はい、でそういうことがあってですね、いつも通っているうちにその近畿内道場を、まあ、まあ、宿所とね、いつもこう留まる場所に、法然さんが留まる場所にされたので、そこに法然さんあなたにあげますというふうに、天皇さんに言ってくださって、はい、で、近畿内道場を法然上に賜ると、はい、それが、浄土宗のお寺になって、今も続いているというふうに伝えております、はい、
そういうことなんですね、はい、でまあ、その後も、先ほど申しましたけども、まあ、御所がだんだん小さくなっちゃったって言ったということもあって、外に出てしまうんだけれども、ずっとこう御所の天皇さんの後をついて回ってですね、移動していってるというふうに聞いてます。一番初め歴史資料で出てくるのは、お池の、高倉やったかな、あそこに御所八幡宮という神社が、河原町、お池通り沿いにありますけど、あそこのちょっと上手にあったというそうでございまして、はい、でその後、はい、南北朝時代ぐらいに、はい、烏丸土御門のあたりですので、今の KBS 京都さんがあるあたりに移転して、はい、で KBS 京都さんの土地の半分ぐらいって、元条件院長っていううちのお寺の名前の地名が残ってるというようなことですね。はい、はいはい、ありがとうございます。お話の途中なんですけれども、ここでいつものように音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を
業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。本日のゲストは浄土宗大本山勝定建院松田道観様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きということで、はい、よろしいでしょうか。はい、分かりました。どこまで話しましたね。はい、まあ室町時代ぐらいには、万木町時代ぐらいにはですね、烏丸の方へ移転してるんですけども、その後ですね、すごい諸条件は栄えましてですね、室町時代ぐらいにはですね、もう浄土宗の筆頭の本山みたいな感じな扱いを受けてるんですね。はいはいはい、幕府とか朝廷とかにすごい敬意を受けてですね、特に足利義教さんって人がいるんですけど、その方にすごい敬意を受けてですね、はい、もう本当に、天皇さんと会うときは勝定建院の仲介を得ないとお坊さんたち会えないみたいな、そういう立場になるんですよね。まあ、天台宗とか真言宗とかとちょっとまた別になるんですけど、はい、他の宗派の人たちが会おうとすると、はい、天皇勝定建院に仲介を受けてみたいな、そういう立場になっていて、その非常に栄えるんですね。で、浄土宗って実は南北朝時代ぐらいまで宗派として一つの宗派としてあんまり認められてない部分があって、はい、でもその勝定建院がこう先にこう天皇さんと仲良くなってというか、敬意を受けて、こう自分 の浄土宗の立場を作っていくんですよね。で、あ、ね、勝定建院の宗派って浄土宗だよねみたいな、浄土宗っていうのがちゃんとあるんだみたいのになっていって、でそういう状態にわっとなるんですけど、はいはい、でそこでこう応仁の乱を迎えてしまってですね、はいはい、やっぱり他の宗派さん、他の、ね、大きなお寺さんもそうですけど、応仁の乱でっていう感じでちょっとそこで衰えてしまってですね、で戦国時代を迎えたりしますと、で、その頃には他の本座さんがこう立場を作って大きくなっていったもんで、その辺でこう逆転してしまって、で、千代さんとかが今の総本山になってますけど、室町時代ぐらいまでは浄土宗の大きな本山といえば勝定建院っていう感じの立場だったんですよね。はい、で今はちょっとね、御所のすぐ東側で、まあ、千代さんとか今回小宮さんも本山ですけど、と比べるとなんか小さな本山だなっていうふうに言われてしまうんですけど、当時は本当にすごいお寺だったんです、はい、なんでその奥家さんの日記とかにもすごいたくさん出てくる、それはもう皇室、はい、天皇家と関わりを持つことを通じて、はい、そうですね、はい、社会的に認められていったということなんですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、なかなかね、その平安時代ぐらいまでの歴史ってよくわからないんですけど、室町時代ぐらいになると歴史料にすごいたくさん出てくるんですよね。はいはい、でどうもその辺の話が室町時代にこう認められるわけですよね。大きくなっていったと、はい、そこはお寺はすごいんだってなっていった時にですね、うんうん、どうもこの平安時代とかそのぐらいの歴史をこう作っていったようなところがどうもあるみたいなんですね。勝定建院は天皇さんとのつながりっていうのを言わなきゃいけなくなったので、いやどうも御所内の近代道政だったんだぞっていうようなことを後から言い出すんですよね。で、やっぱり歴史の学の方ではやっぱりそれはお寺 の伝承でしょみたいな感じで事実じゃないっていうふうに言われちゃうんですよね。でもいろいろ調べていくと、やっぱりその室町時代に栄えたと、はい、そういう栄えて、そういう他の寺さんが崇めるような、そういう当時は崇めるような大きな本山だったっていう、そういう事実をこう、伝えるためにそういう新しい歴史を作っちゃったみたいなんですよね。はい、なんで歴史学の方でそういう、なんか近代浄土宗とかっていうのはちょっと間違いだよねみたいに言われてしまう時はあるんですけど、はい、そういうことではなくてですね、やっぱりこのいろんな伝承がこのまあその歴史上としては確認できないけれども、そういう
まあ、伝承ですね、お寺の伝承がその室町時代の映画を伝えているっていう、そういうことなのかなというふうに思ってます、はい。のでまあ、しかし一方で古文書にいろんなことが記されていることも発見されていってるわけですよね。そうですね、はい、そうなんですよ。でその古文書の話なんかはあんまりね、結構秘蔵されてる日記とかもあるんで、分からなかったんですけど、調べていくとなんでそういう古いところへ結びつけたかったのかっていうのが分かってくるわけですよね。なるほど。はい、そういういろんなお寺さん、いろんなお寺さんで多分いろいろ自分のお寺の伝承とかがあると思うんですけど、はい、結構、まあ、言うたら荒唐無稽なことを言うようなもあるんですよね、はい。まあ、江戸時代にできたお寺でもなんか行基さんが作ったんだとか、大々天皇が来て作ったんだみたいな伝承があるんですけど、はい、なんでそういうことを言い出したのかっていうのが多分その伝承の中には入ってるはずなんですよね。はは、はい、なんでその辺をすごい大切にしてほしいなと私は思うんですけど、はい、はい、あんまりこういろんなこうね伝承をこうあんまりないがしろにしておくのは欲しくないなと私は思うんですけど、はい、そうですよね。私はそういう学問的な立場もあるんで、はい、まあ事実かどうかはちょっと分かりませんって言うんですけど、はい、ただそういう事実かどうか分からない伝承の中にそういうものが入ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、はいはいはい。まあ、しかし伝承によると伝承によると、はい、ということってよく聞きますよ ね、はいはい、すね、いろんな場面場面でね、はいはい、ね、そう、そういうのもたくさんあるんだけども何かの事実を伝えてるはずなんですよ ね、はい、興味深いお話です、はい、ありがとうございます、うん。それでですね、来ていただいたゲストの方に必ずご紹介いただいていることがありまして、はい、まあ、未だコロナ禍で抜け出せないというような状況にあるんですけれども、はい、うん、この3年間はお寺の方はどんな感じでありましたですかね。やっぱり、まあ、うちも25霊場という法然上人の霊場があるんですけど、はい、そこの人たちはやっぱり、まあ、ツアーとかで、ね、来られますのでもう全部キャンセルになってしまうような形で参拝客の方も減りましたし、はい、まあ、各法要もですね、はい、参列は向こう無理のないようにっていうのはぜひ来てくださいっていうご案内ができないので、はい、ご無理のないように来てくださいって、感染対策してくださいねっていう感じで、まあ、結構そのままならない状況は続いたんですけども、はい、まあ、特にもう一番初め の緊急事態宣言出た時はもうお寺閉めさせていただきますっていうような形も取ったりしました、はい。まあ、いつも空いてるお寺が、まあ、閉まってるっていう状況が皆さんこれだけ大変な状況なんですよっていうそういうことが伝えられるかなという思いもあって、そういうこともさせていただきました。まあ、いろんなお客さんね、あんま閉めるのは良くないと、心の拠り所なんだからそれは良くないっていうスタンスもあったみたいなんですけど、我々としては、まあ、国がね言い出したそれに従って、まあ、閉めさせていただくっていう選択肢を取らせていただいたという時もありました、はい。閉めることを通じてコロナの危険性、はい、緊急事態、そうですね、非常事態をアピール、はい、啓発されたという、はいはい、という思いでさせていただきました、はい。まあ、でもその後、ね、各法要もネットで配信するような形も取らせていただいて、あ、そうなんですね、多分うちはやりだしの早かったんじゃないかなと思うんですけど、はい、ネットリモート、そうですね、はい、リモート法要みたいなことも、そうですね、されてるわけですか、はい、今はちょっと落ち着いてきましたけど、あとでまたご紹介させていただければと思いますけど、お身拭い式っていう法然上人の1年の汚れをこうみんなで拭うっていう法要があって、うちの場合は来ていただいて、ご自分で拭いていただくんです、ね。なるほど。法然上人のお像前に出してきて、リモートでできませんよね。はい、でそれを来ることに意味がある、はいはい。それを代わりに我々がお名前を申し込んでいただいた方のお名前を読み上げながら拭かせていただくっていう形をとって、まあ配信見ていただいて、まあ、一緒にしていただくっていうような形を取らせていただくようなこともさせていただきまして、まあ、それもしたことで、まあ、今まで来られなかった人も見てくださったというようなことがあったかなというふうに思ったりもしてます。リモート法要というのは具体的にはどんなことを、まあ、配信させていただいて、ええ、でまあ、案内をした人たちが、まあまあ、申し込みをしていただいて、でそれをやっぱりそこの場で読み上げたりとかしてですね、で代わりに我々が何かをするというような形をさせていただいて、ね、させていただきました。はい、あとですね、まあ、1年間通じていろんな行事があると思うんですけれども、はいはい、ご紹介いただけますかね。あ、そうですね、うちは
節分の時にですね、涅槃会っていうのをしてまして、はいはい、本当は涅槃会ってあの2月の12日ぐらい、15日なんですけども、ちょっと前に倒して節分の時に節分の行事と一緒にですね涅槃会というのをしてまして、その涅槃図の絵解き屋なんかをしてまして、結構人気があって、はいはい、まあ、あと隣が魯山寺さんで節分すごい有名なので、それに一緒に来ていただくと、魯山寺行ってうちにも来てみたいのをしていただいたらどうかなっていうので、あの2月3日にさせていただいてるんですけど、それは結構賑やかですね、あと4月の漁期という大きな法要があるので、それもあの、まあ、それはわりかし内向きの法要なんですけど、はい、結構たくさんの方が来られてしていただくんですけど、あと8月のおせがきであるとか、はい、いろんなのがあって、であと先ほど申し上げたあのお水食い式やなんかも、これは本当にご本尊様を直に手で触れられるというすごい法要でして、はい、あの23日ですね、12月の23日に、はい、行ってますので、ぜひこれには皆さんも来ていただいたら、ね、ありがたいなというふうに思ったりしております。生かしていただきたいなと思いますね、はい、まあ、あとですね、直近ですと12月の3日にですね、はい、浄土会というのをさせていただこうと思ってまして、はい、でこれは今までしてなかったんですけど始めようっていうので、それの合わせた、まあ、イベントみたいな形で、なんか講演会とかもしますんで、またぜひそれも来ていただけたらなというふうに思ったりもしております。ぜひ生かしていただきたいというふうに思います、はい、お話がつきませんが、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしています、最後になりますけれども、ご紹介いただけますか。はい、はい、これを、はいはいはい、人間媒根という言葉でございます、まあ、源を尋ね、根を培うということで、先ほどもちょっといろいろ申しましたけど、やっぱり古文書とか調べていくとですね、いろんなことが分かるんですよね。だから昔のことを知っていただいて、それを今に生かすというような形を取っていただけたらなというふうに思うんですね。いろいろお坊さんたちもやりたいこともあるし、いろいろあると思うんだけど、昔のいろんなお寺が培ってきたものっていうので、今を養うっていうのがしていただけたらなというふうに思っております、はい、人間、はい、バイコンですね、はい、源を尋ね根を培うということですね、はいはいはい、はい、ありがとうございます。それでは、お別れの時間になりました。本日のゲストは浄土宗大本山少女権威資料編纂室研究員松田道館様でした。今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、次回は11月27日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社でお送りしました。